皆さん、今日も一日お疲れ様です。本日もゆかりが最新ニュースをお届けします。本日のニュースはこちら。ウォンドル相場が大幅下落。国を支える大黒柱が足並み揃えて去っていく。このニュースに対しての反応も合わせて見ていきます。ぜひ最後までご覧くださいね。ウォンドル相場が再び1190ウォン台に急落した。ドナルド・トランプ米大統領の発言で、米中貿易交渉の期待感が低下している上、今半島地政学的リスクまで浮上したためだ。4日午前9時22分現在、ソウル外国為替市場でによると、ウォンドル相場が、前日より 4.6 ウォン急落した1191.8ウォンで取引されている。10月10日1190ウォンを上回ってから50日後のことだ。ウォンドルレートは、最近、激しいジェットコースターの流れを見せている。10月2日までも1206ウォンに止まっていたウォンは、1ヶ月後の11月4日1150ウォン台に侵入した。わずか半月後の11月20日1170ウォン台に侵入したウォンは、同日、1190ウォン台で再度侵入した。急激なウォン安は、背景は、トランプ氏の発言にある。彼の言葉の一言に、米中貿易交渉の期待が薄らいだ。トランプ大統領は、3日、現地時間、ロンドンで開かれた北大西洋条約機構、NATO 首脳会議の出席を控えて、米中貿易交渉の合意にデッドラインはないとした。中国との合意を、米国大統領選挙である来年11月以降まで待つのがいいとも脅しをかけた。トランプは、前日にも、ブラジルとアルゼンチン産の鉄鋼とアルミニウムに、それぞれ 25% と 10% の効率関税を付加するとし、貿易戦争を複雑に率いていっている。トランプ大統領は、米中合意関連の発言を行った席で、金正恩北朝鮮国務委員と良好な関係を持っていると強調しながらも、もし、バラク・オバマ米大統領がホワイトハウスにいたなら、北朝鮮と米国が戦争をしたかもしれないと述べた。そして、自分も、もし武力を使わなければならないなら、使用することもできると明らかにした。サムスン先物研究所のチョン・スンジ研究員は、米中貿易交渉をめぐり緊張感が広がっている状況で、トランプ大統領の北朝鮮に対する武力使用の可能性を示唆するなど、ウォンに対して否定的な問題が発生したとし、株式市場で、外国人の売りが続いているが、これも逆送金の懸念を生んで為替相場に負担だと述べた。ただ、年末を控え、為替当局が為替市場に介入する可能性が高い。急激なウォン安を望んでいないためだ。ウォンドルレートの上段が制限される可能性があるという意味だ。ウォン安はトランプのせいだけではない。お隣の経済指標を見ろ。諦めなければならないありさまだ。しかも、デフレに入ったので、株式は4週連続で外国資本が毎日流出している。すべてが日本のせい、トランプのせい、自らできることは何もない無政府。お隣経済を支えているのが海外投資家。その比率は 55%。撤退が本格化したら負の連鎖から脱出不可能。相場は国の情勢、信用によって大きく変動します。自らが波乱を巻き起こし、自分を見直すことをせず、日本のせい、他国が悪い、と言っている状況では、急下降を止めることはできず、国の信用を落とすのみです。その状況に見かねて、海外投資家が売り越しに転じる、国のお金がなくなって、潤滑な経済が厳しくなる。さらに、波乱の展開を導きそうですね。国を支えている海外投資家の資金の減少は、国の柱を崩すのと一緒です。柱が崩れたら、後に待ち受けているのは、恐ろしいですね。よかったら、このニュースに対しての感想も教えてください。高評価、チャンネル登録もいただけると、ゆかりの励みになります。一緒に、楽しいチャンネルを作っていけたら、私も嬉しいです。本日も最後までお付き合いありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。